川本大作1月24日から1955年8月25日は、昭和初期に活動した日本の陸軍軍人。張作霖爆殺事件の計画立案者として知られている。1883年1月24日、兵庫県佐用郡三日月村に地主の子として生まれた。高等小学校、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1903年11月に陸軍士官学校を卒業。翌年日露戦争に出征、重傷。1914年に陸軍大学校を卒業した。大佐で関東軍参謀時、張作霖爆殺事件を起こし、停職、退命、予備役編入。陸軍士官学校第15期は、乃木希典の次男安典と同期である。満州では1928年3月、奉天軍閥と日本側との間で緊張が高まっていた。一方的に張作霖が満鉄平行線の経営強化に乗り出したことが原因であり、これに対し満鉄も総領事館も関東軍も防音的反日行動であるとして、これに憤っていた。その中心が関東軍高級参謀の川本であり、奉天特軍顧問の土井原賢治であった。川本の計画の詳細は不明ながら、彼は軍司令官の許可を経ずに一種のクーデターを考えていたようである。張作霖爆殺現場の状況1928年6月4日、蒋介石の北伐の圧迫を受け、北京から満州に帰還する途上にあった張作霖を乗せた南満州鉄道の車両が奉天付近で爆破され、張作霖は重傷を負い、2日後に死亡した。当初日本の新聞では、蒋介石率いる中国国民党軍のスパイの犯行の可能性も指摘され、満州防重大事件と呼称されていたが、その後の調査で、関東軍高級参謀の川本が計画立案をし、現場警備を担当していた独立守備隊の東宮、哲夫大尉及び、朝鮮軍から分遣されていた。桐原定受工兵中尉らを使用して実行したと判明した。東宮は中国人のクーリー2人を殺害し、爆破を北伐軍の犯行と見せかけようとしたとされる。事件当初から関東軍の関与は噂されており、奉天総領事から外相宛ての報告では、現地の日本人記者の中に関東軍の仕業であると考える者も多かったと記されている。川本自身は、事件の数ヶ月前に東京の知人宛てに送った手紙において、張作霖の一人や二人ぐらい、のたれ死ににしても差し支えないじゃないか。今度という今度は、ぜひやるよ。僕はただただ満蒙に血の雨を降らすことのみが希望と書き記している。関東軍司令官の村岡長太郎は支那、駐屯軍に張作霖を抹殺させる工作を行うよう、竹下義春中佐に内命を下していたが、川本はこれを押しとどめ自身の計画を実行したとされる。この事件の処理をめぐって、当時首相の田中義和は当初日本軍が関与した可能性があり事実ならは、厳正に対処すると昭和天皇に報告したが、後の報告もあやふやなものであったため、昭和天皇の怒りを買い、内閣の総辞職につながった。川本は、軍法会議にかけられることはなく1929年4月に予備役に編入されるという人事上の軽い処置に止まった。なお、この処置に対して張作霖を反共の防波堤と考えていた松井岩根陸軍大将は反対し、最後まで川本を首謀者であると考え厳罰を要求し続けた。ロシア人歴史作家のドミトリー・プロホロフは、張作霖爆殺事件は川本が首謀ではなく、GRUが首謀したものと主張している。その後は、関東軍時代のつてを用いて、1932年に南満州鉄道の理事、1934年には満州炭鉱の理事長となった。1935年2月には、南満州鉄道の経済調査会委員長として、奉天省、吉林省、黒竜省の人口増加などを統計調査した。1942年、日支経済連携を目的として設立された北シナ開発株式会社傘下の三成産業株式会社社長に第一軍参謀長の花谷正の斡旋により就任、ソ連軍の満州侵入後も中華民国の華北で生活していた。戦後、三成小隊元首の三成産業は中華民国に接収され、西北実業建設公司へと名称を変更したが、中華民国の指示により川本は同社の最高顧問に就任し、引き続き会社の運営に当たった。戦前同社に勤めていた日本人民間人の半数は終戦に当たり、帰国したが、残り半数は終戦前と同じ待遇で留任。川本自身も総顧問の肩書きで残留した。家族などを含めたその数は1200人余りであった。これらの残留は川本の勧誘によるものであった。その後川本は日教クラブ委員長に就任、大元の日本人と共に、袁釈山の中国国民党の三成軍に協力して中国共産党軍と戦ったが、1949年には、中国共産党軍は大元を制圧、川本は捕虜となり、同年に建国された中華人民共和国の戦犯として大元戦犯管理所に収監された。1955年8月25日、川本は中華人民共和国の収容所にて病死した。享年72。第二次国共内戦に関わり、その戦犯として獄死したこともあり、極東国際軍事裁判や南京軍事法廷において、張作霖爆殺事件の証人として呼ばれたり、尋問されたりすることはなかった。収容所内では、他の日本人収容者から、お前のせいでこんなことになったなどの罵言を受けていたという話が伝わっている。なお、川本の遺骨は、同年12月18日に、舞鶴港に到着した第12次中共帰国船で、他の日本人抑留者及び日本人遺骨と共に祖国に戻っている。翌1956年1月31日に青山斎場にて葬儀が営まれた。この時は旧陸軍関係者や満州国の関係者などが大勢参列し盛大なものであった。長文は友人代表の大川周明が寄せ、川本君は心身ともに不思議なほど柔軟にして強靭。屈伸自在で、しかも決して折れたりしない。極めて小心にして、甚だ大胆、細密に思慮し、周到に用意し、平然と断行すると評した。なお、故郷の三日月町氏は川本について、報告の姿勢と、その歌壇結構は長く記録されようと評しているという。また、地元有志により、川本の生家の隣にある明光寺の境内に1965年に建立した顕彰碑がある。石踏みには戦犯となり収容所にて病没と刻まれているという。ありがとうございます。